カメノコプロって言ったら、サシが半端ないんだよ。こんなサシがカメノコ、あんま見たことないんですよ。カメノコの説明をお願いします。カメノコっていうのは、前足の部分で、こういう、まず人間でいうと、すねみたいな形なんですよ。これが、カメの甲羅に似てるから、カメノコだったり、言われてる。まあ、赤身の王様って言われてる。まあ、食ったら脂分はないんだけど、肉の味がで、トモさんはカルビの王様です。後ろ足のトモの部分の一番脂が乗った最高米と食う飯。じゃあ、焼いていきますよ。さっき行っちゃったもんね、冷凍庫から出してもね。トングで持つだけでも結構な硬さだね。でも見てください。どっちから行くの？お米から行く方で、はい、わさび醤油で、はい、いうことなので、わさびをつけて行くね。そう行きますか。で、醤油、はい、トモ三角いっちゃってください。いただきます。うん、油だまあね、油の塊だ。油の塊だよ、本当に。うん、じゃあご飯がすごいよこれ。それと、うん、亀の子ちょっと赤身の王様、亀の子。これ何で食べるの？塩ね。うん、ごま塩。亀の子です。ちょっとね、食感がね、だいぶ違うから、プリ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 。肉って感じだ。でしょ？うん、これ本当にいい組み合わせだと思う。赤身と油の。全然美味しい。違うでしょ？全然別物。でも、あの、卸価格は同じだから。完全にね、うん、米の子の、うん、くっちゃくって感じがする。いやでしょ？そういう人はアメリカンビールが好きなんです。和牛よりは。ああ、そういうことなんです。油じゃないんすよ、はい、あの、肉食ってる感じなんすよ。それだったら、もうオージー食いましょう。オージービーフです。オージー、喜んでいきなりステーキ万歳ほんとほんとほんと、髪の毛の強い人は絶対オージー食った方がいいです。肉のうまさを感じるから。髪の毛です。髪の毛。あ、うちのよりうまい。おおマジか。あ、すげえうまい。高めの評価。これトモさん。トモさん、トモさんはね、この年きついんだよね。サシが強すぎる。もうちょっと肉があった方が良かった。あ、でも、うまい。油って感じだよね、うん、これね。本当に油食ってる。この亀はね、うん、当たりだと思う。2580円。うん、いや、お安いです。安い、全然安い。安い、いただきました。いや、食いましょう、食いましょう。いただきましょう。追加しましょうか。ハラミだね。ハラミだね。これ、正解。